歴史の義父前田利家の寿命が1620年まであったら、加賀百万石の祖前田利家。前田利家は北陸一帯を治めた戦国武将です。青年期は織田信長に仕え、赤穂浪士という武勇に秀でたエリート集団にも選ばれました。また正室の松とのエピソードは大河ドラマで脚光を浴びました。夫婦仲はとても良く、2男9女を設けています。秀吉からの信頼も厚く、徳川家康と並んで豊臣政権の2トップを張っていました。官位や実力は家康に劣りましたが、秀頼の森役、つまり後見役は利家に任せています。家康のストッパーとも言われていた利家が、もしも元和6年1620年まで生きていたら、どんな歴史になっていたのかを考察してみたいと思います。ゼロ、前田利家の史実における生涯。元文7年1538年、前田利家は尾張の国で生まれます。14歳で織田信長に仕え、信長お気に入りの小姓になります。浪人時代を経験し、再び信長のもとへ帰参するも、本能寺の変で信長は死亡。賤ヶ岳の戦いで悩みながらも秀吉につき、以後は金沢城を拠点とします。さらに末盛の戦いで薩摩成政の丘陵を秀吉から与えられ、加賀、能登、越中の三国が前田家の所領となり、これが加賀百万石の基礎となりました。その後も秀吉や諸大名から大きな信頼を寄せられ、御大老の一人となり、秀頼の後見役に任ぜられます。家康のことを警戒していましたが、秀吉死去の翌年、慶長4年1599年に病でこの世を去りました。享年61歳でした。1、草津湯治と思わぬ贈り物。それではここから前田利家の寿命が元和6年1620年まであったら、歴史はどう変わっていくのか考えていきます。慶長3年1598年の正月頃、利家は体調の変化を感じました。腹部に異様な重苦しさがあるのです。仕事をしていても集中力が続かなかったり、疲れやすくなってきていました。この時利家は60歳、当時の武士の平均寿命は42歳くらいですので、この時点でかなりの高齢です。今まで大きな病気をしたことがなかった利家ですが、さすがに重い病かもしれないと不安になりました。そこで1ヶ月間の休暇を取り、念のため長男の利長に家督を譲った上で草津温泉へ湯治に行きました。利家が草津で療養していた際、多くの大名やその使いが見舞いに訪れました。若き日の苦楽を共にした現在の主君秀吉や浅野長政、義長親子、徳川家康も衣服や食べ物を持って利家を見舞いました。特に家康は自身が健康に高い関心を持っていたため、薬草やその調合について詳しくまとめた冊子を利家に渡しました。もともと近場の温泉地ではなく、遠くの草津まで来たのは、家康や家康傘下の大名がいる関東を偵察する目的だった利家。その家康からお薬レシピをもらったので、これは毒薬の調合方法ではないかと怪しみます。そこで部下や知り合いで薬や薬草に詳しい者を呼び、何人かに見せたところ、これは殿のお体に効きますでしょうなと満場一致。利家は少し悔しさを覚えつつも、有識者がそういうのならと薬草の調合を服用をするようになりました。湯治を始めて1ヶ月後、利家の病状は回復し、無事加賀へ帰国しました。2、
秀吉からの絶大な信頼、家康のお薬レシピのおかげで利家の体調は戻り、以前のように政務ができるようになりました。家督を譲っているので隠居の身ではありましたが、体調が良かったこともあり、事実上のトップであり続けました。だからといって家康を全面的に信用するわけにはいきません。これはわしを懐柔するための策かもしれぬと警戒を続けていました。しかし同年6月、別の人物の体調が大きく崩れます。利家の主君であり天下人の秀吉です。秀吉は伏見城にある利家の屋敷に諸大名を呼び集め、今後は秀頼へ忠誠を示すよう誓わせました。そして御大老御奉行制度を定めます。御大老には家康を筆頭とした実力トップの大名が、御奉行には石田三成や浅野長政など秀吉が幼い頃から養育していた家臣が就任しました。自分の死後、御大老と御奉行で秀頼をサポートする体制を作ったのです。この時利家は秀頼の後見役を命じられます。それだけでなく、利家の息子利長と利政も秀頼の近似となり、親子で秀頼を守り育てるようにと指示されました。つまり秀吉は前田一族に秀頼の将来を託したのです。利家をはじめとした前田家は豊臣政権において強大な権力を持つこととなりました。そして2ヶ月後の慶長3年1598年8月18日、天下統一を果たした豊臣秀吉は息を引き取りました。62歳でした。3、秀吉の喪中に一触即発。翌年の慶長4年1599年1月、秀吉の遺言により利家は秀頼のいる大阪城で、家康は伏見城で政務を取ることになります。御大老の筆頭は実力でも官位でもトップだった家康でした。しかし秀吉はこの世で一番大切に思っていた秀頼を利家とその息子たちに預けています。その理由は秀吉も家康を警戒していたからでした。同じく信長に仕え戦火を交えたこともある家康の野心を秀吉は見抜いていたのです。秀頼が政治の道具にされないよう、さらには邪魔者として殺されないよう、最も信頼のおける利家を秀頼のそばに置いたのでした。秀吉の死後、御大老と御奉行はその意志を継いで、諸大名同士の縁組は豊臣家の許可を求めることという誓約を交わします。これは政権内の勢力均衡を保つためでした。しかし家康がこれを早々に破ろうとしました。婚姻関係を結べば派閥が大きくなります。家康は天下を取るために動き出したのです。これを機に豊臣政権は家康を支持する急進派と、秀吉の築いた天下太平を守ろうとする利家につく存続派とに分裂してしまいます。両者はバチバチと火花を散らし、いつ戦いが起きてもおかしくない状態でした。これを鎮めたのは細川忠興や浅野長政、吉永親子たちです。秀吉が亡くなって間もない中で、秀頼が戦いに巻き込まれることを危惧し、利家と家康の仲介に走ります。結果、天下取りの基盤を固めきれていない家康と、そもそも可能なら家康と対決ではなく協力したい利家の利害が一致しました。家康は自らの非を認め、家康と残りの御大老および御奉行の間に和解が成立しました。4、耐えた利家、待てなかった家康。この一件は丸く収まりましたが、利家の腹の虫は収まりきっていませんでした。秀吉がこの世を去った途端、化けの皮を剥いだかのように大々的に動き出した家康を、
放っておいて良いものかと考え始めます。いっそ殺してしまおうかとまで思い詰めましたが、踏みとどまります。秀吉は五大老と五奉行が力を合わせて秀頼を盛り立てていくことを望んだのです。たとえ暗殺が成功し犯人や首謀者が暴かれなかったとしても、それは秀吉への忠義を尽くすことにはならないと考えました。利家は秀頼を育てながらも家康の動きには常に気を配り続けます。その甲斐あってか家康は思うように天下奪取の準備を進めることができません。そしてついに家康はしびれを切らしました。慶長10年1605年、秀頼の元服について話が上がり始めた頃でした。秀頼が元服してしまってはもう勝手なことができなくなります。その上家康は64歳、いくら健康オタクの家康でも夜年並みに勝てなくなってきていたのです。家康は五大老の一人上杉景勝に謀反の疑いありとあらぬ嫌疑をかけて挙兵をほのめかします。これには景勝はもちろん、その側近直江兼続も大激怒。伏見にいる利家と秀頼に逆にこう言いました。家康は我々を人柱に仕立て上げて自らの正当性を主張し、秀頼様に大恩を着せて天下を乗っ取るつもりです。もはや一辺も許す余地なし、家康目を懲らしめましょうぞ。これには利家も間髪入れずに主攻します。秀頼の元服を控えた大事な時に同じ五大老の仲間の悪行をでっち上げるなど言語道断です。秀頼も加賀の爺利家が信ずるものを信じるぞと家康討伐の許可を出しました。こうして天下分け目の関ヶ原が勃発するのです。5. 天下を分けた利家の人望。秀頼を擁した利家率いる西軍と江戸と大阪の両拠点で密かに武器を蓄えていた家康との全面戦争が起こります。家康についたのは井伊直政や本多忠勝など古くからの家臣や上杉家を除く東北の大名たちです。兵力は西軍が有利でした。しかし何としても天下を取りたい家康は利家の目をかいくぐって下準備をしていたのです。戦いが起きたら西軍を裏切り自分の味方についてもらえるよう裏切り工作を地道に進めました。狙いを定めたのは加藤清正や福島正則といった石田三成を嫌う武断派の武将でした。三成は五奉行のリーダー格でしたが、戦があまりうまくなく朝鮮出兵の折には日本にとどまりました。その結果戦に強かったがゆえに朝鮮で辛酸をなめた武将たちは三成を目の敵にしていたのです。秀吉のお気に入りだったことも拍車をかけました。また三成の幼なじみにして参謀の大谷義継のことも悪く言いました。義継は雷病、今でいうハンセン病を患っており、皮膚はただれ5年ほど前に失明までしています。当時ハンセン病は感染するものと考えられていたため、多くの武将たちは義継を避けていました。しかし三成はずっと親しくしていたので、三成こそ豊臣を乗っ取ろうとしている、秀頼様のおそばにいるにもかかわらず義継とも頻繁に会うのは病原菌を秀頼様のもとへ運ぶためだ、自身は対策を知っているに違いない、それを教えず秀頼様を病で殺すつもりなのだなどと吹聴します。実際三成をよく思わない武将たちは納得しました。三成を排除し家康から領地をもらえるなら一石二鳥と考えたのです。そして合戦が始まりました。最初に優勢となったのは西軍でした。家康は西軍がこの状況に喜んだ隙をつくため、内通者へ裏切りのタイミングを知らせるのろしを上げます。ここで一気に畳みかけようとした家康でしたが、
戦況は変わりません。すると各地から伝達役たちが血相を変えて走っていました。大変です。加藤清正、やはり東軍にはつけないと役場を保護になされました。福島殿もでございます。利家殿には歯向かえぬとのこと。驚く家康のもとへさらなるバッドニュースが届けられたのです。あ、会津の蒲生秀行が西軍に寝返りました。家康はみるみる青ざめました。蒲生秀行の妻は何を隠そう家康の娘なのです。つまり秀行は義理の息子。まさか自分が親族に裏切られることになろうとは思いもしなかったのです。この東北地方での寝返りにより戦況は大きく西軍に傾きました。家康はあえなく敗走し西軍の勝利に終わります。3ヶ月後に家康は捕らえられ、虚偽を語ってクーデターを起こした東軍の総大将として処刑されました。蒲生秀行は関ヶ原が起こる前から利家につくか家康につくかをずっと悩んでいました。家康は舅にあたりますが、前田家にも大恩がありました。蒲生家が家臣の不正を理由に秀吉から大減俸された際、利家と松のおかげで措置を撤回され事なきを得たのです。また秀行の父氏里は利家のファンといっても過言ではないほど慕っていました。三成だけならいざ知らず、利家の敵となることはどうしてもできなかったのです。こうして一度は日本に戦乱が巻き起こりかけましたが、利家の人望のもとに戦いの火は収まったのでした。後に利家は秀行への手紙にこう記しました。もしも家康がわしに薬草の書を渡さなかったのなら、わしはとっくに太后様の後を追い、天下は家康のものになっていたじゃろう。6、豊臣家への忠誠と鎖国。こうして戦国時代最後の戦いが幕を閉じました。西軍の総大将として指揮を取った利家と前田家当主の利長にとんでもない話が舞い込みます。朝廷が関ヶ原での功績を認め、征夷大将軍に任命するというのです。しかし利家はこれを辞退しました。理由を問われた利家は穏やかに笑って答えます。若い頃は天下を狙いこそした。だが前田家は豊臣の家臣であり、秀頼様を守り支えることこそ我が使命。太后様のご意志のもと子々孫々豊臣家にお仕えしとうございます。この時利家は67歳。天下人という名声よりも秀頼を中心とした安寧の時代を望んでいました。そして関ヶ原の戦いによって延期されていた秀頼の元服も無事に行われます。その立派な姿を見て利家は年甲斐もなく涙を流して喜びました。そして利家は秀頼や残った五大老五奉行とともに改易天保などを進めます。秀頼も政治のトップである自覚を強くし実務をこなしていきました。慶長15年、1610年、ようやく民の暮らしも安定してきた頃に海の向こうからの来客がありました。外国人宣教師です。秀吉のバテレン追放令で長らく日本に来ていませんでしたが、宗教の版図を広げるため再びやってきたのです。宣教師たちはキリスト教の素晴らしさを説き、利家も興味を持ちますが冷静に考えます。信長は黒い肌の外国人を家臣にするなど海外には寛容でしたし、蒲生氏里など仲の良い武将でキリシタンになった者もいます。しかし秀吉から彼らは日本人を奴隷として連れ去ったとも聞きました。悩んだ挙句、利家は秀頼に進言しました。ようやく戦乱の世は終わり、民は安堵しております。ここに新たな文化や人を流入させては、また戦の火種が生まれるやもしれませぬ。拙者は
南蛮の者やバテレンを受け入れることには反対いたします。秀頼自身は海外に興味を持っていたようですが、利家や淀殿の意見を聞き、再びバテレン追放令を出し、宣教師の渡航を禁じて日本を発展させるため鎖国を行いました。各地のキリシタン大名や信者たちは反発しましたが、秀頼は彼らの信仰の自由を認めるという声明を発表します。利家はこれにヒヤリとしましたが、弾圧されなかったことでキリシタンの怒りは一旦収まりました。その後西洋人が来ることはなくなり、キリスト教徒も数も大きく増減はせず、宗教をめぐる争いは起こりませんでした。7、秀吉への土産話をもって。元和3年1617年、利家の最愛の正室松が病で亡くなりました。利家は気丈に振る舞っていましたが、やはりとてもショックだったようで、食事も喉を通らなくなってしまいます。そして翌年、利家はついに体調を大きく崩して生死の境をさまよいました。秀頼は育ての親であり人生の師でもある利家を助けようと、全国から腕の立つ医者を呼び寄せ治療に当たらせました。利家の病状は回復と悪化を繰り返しましたが、懸命の治療の甲斐あって秀頼の子にそろばんを教えられるほど元気になります。しかし夜年並みには勝てず、徐々に起き上がることが辛くなり、床に伏せがちになりました。そして元和6年1620年、秀頼とその子供たちや豊臣家の重臣たちに見守られ、利家は眠るようにこの世を去りました。死の間際、利家は秀頼の手を握り、太后様に秀頼様は立派な天下人になられたと胸を張って伝えてまいります。この先も皆と力を合わせ太平の世をお守りくだされと涙ながらに伝えました。享年82歳でした。秀頼は利家の功績を後世に残すため、伏見と加賀それぞれに利家と松を祀る寺を建立しました。また前田家にさらに多くの所領を与え、前田家は北陸から江戸までの一帯を治める大大名となります。前田家はその後も豊臣家に忠誠を誓い、関東以北の監視役も務める名家として繁栄しました。8、まとめ。今回は関ヶ原の戦いの前に亡くなった前田利家がもっと長生きをしていたらどのような歴史になったのかを考察しました。利家は戦も強く、人望の厚さは戦国時代トップとも言えるほど多くの武将に好かれていた人物でした。天下への野望も持っていたと思いますが、秀頼の後見役を任されたことで、その夢はきっと秀頼に重ねることにしたのではないかと思います。加賀百万石の祖にして家康が最も警戒した戦国武将前田利家は、豊臣家の下で発展する平和な日本を誰よりも望んでいたのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。